飛べ祭りで輝く、平野紫耀、岸優太、神宮寺ユ太タ、ナンバー、愛、期待のデビューが迫る。2024年に向けて、ジャニーズエンターテインメント界に大きな波が押し寄せています。北山博光のソロデビューに続き、元キング、アンド、プリンスの平野紫耀、岸優太、神宮寺ユ太タからなるユニット、ナンバー、愛のデビューが期待されています。今回は、彼らの活動についての最新情報と、 飛べ祭りでのデビューに向けた準備に迫ります。平野志洋、岸優太、神宮寺優太、新たな一歩へ、11月9日、北山博光が初のデジタル楽曲、男神、男神、を同月17日に配信し、ソロデビューを果たすことが発表されました。これに続き、元キング、プリンスの平野志洋、岸優太、神宮寺優太も、ナンバー、愛としてのデビューに期待が寄せられています。 北山はジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明氏のエンターテインメント会社、戸部に合流。戸部は旧ジャニーズ出身のアーティストが多数所属しており、その中には元 V6 の三宅健や、戸部に改名した7人組グループ、インパクトワーズも含まれています。北山博光のソロデビューに続き、ナンバー・アイのデビューが待たれています。ファンの期待が高まる、ナンバー・アイデビュー、北山博光のソロデビューを受けて、 SNS 上では、平野史洋、岸優太、神宮寺優太によるナンバー、愛のデビューに対する期待の声が広がっています。キング、プリンス時代からの圧倒的な人気を背景に、トベゴーリューゴム注目を集めている3人に対する期待は高まるばかりです。SNS 上では、北山くんもファーストシングルリリース。3人もドカンとぶちかますために今は準備運動をし、テンダローな。楽しみだ、ナンバー、愛。 ナンバー、愛もそのうち来るかな。待ってる時間が全然辛くないのは3人のおかげ、デビューライブにおわせ感ありつつ、岸くん野球好きだし、どっちだ、などの声が寄せられています。これらのコメントからも、ファンたちがナンバー、愛のデビューに胸を躍らせている様子がうかがえます。戸辺祭りでのデビューか戸べは今年4月に公式 YouTube チャンネルでオーディションの模様を公開し、その後の結果は未だに公にされていません。 しかし、戸部ジュニアのお披露目兼ねたイベントが噂されており、その中にはナンバー・アイも参加する可能性が浮上しています。特に、東京ドーム公演が来年初めにも行われるとの噂も広がっています。戸部が振付師を募る動き、戸部が現在外部に振付師を募っているという情報があります。これにより、戸部祭りのウォトリをナンバー・アイが飾る可能性が浮上しています。ナンバー・アイのメンバーは、 すでに自身たちのダンスを振り付けるだけの能力を持っていますが、大規模なパフォーマンスのためには外部の振付師の協力が必要とされています。これがトベが外部振付師を募る背景となっています。トベ祭りでのナンバー・アイデビューのシナリオ、トベが外部の振付師を募る動きから、ナンバー・アイがトベ祭りでのデビューを果たす可能性が浮上しています。振り入れが12月から始まり、 本番が2024年初頭に行われるとの情報があります。これに合わせて北山博光、三宅健、インパクトワーズ、戸部ジュニアへも登場するとの見方が広がっています。まとめ、平野潮、岸優太、神宮寺優太によるナンバー、愛のデビューが迫る中、戸部祭りでのデビューが有力なシナリオとして浮上しています。ファンの期待は高まり、戸部が描く新たなエンターテインメントのショーが始まりそうです。ナンバー、 愛のメンバーは、これまでの経歴や才能を活かし、独自の魅力を持つパフォーマンスを披露することで、ジャニーズエンターテインメント界に新たな風を巻き起こすことでしょう。ますます注目が集まるナンバー、愛のこれからに期待が高まります。